はいどうもイケボとカーボを合わせ持つチェルシーだよーということで配信者の配信中にとつりましたということで今回の動画なんですけれどもジュラちゃんっていうメイクができて女声が出せるっていう超最強の両生類がいるんですけど今回はこのジュラちゃんが配信中にとつってきました。最初に言っておくと配信者に急に嫁ぐのってめちゃめちゃ嫌われるんで皆さん絶対真似しないようにしてください。案の定僕も配信を見ているリスナーさんにめちゃめちゃ叩かれたんでそれも含めてこの動画を楽しんでいただければと思います。そして今回はその後一緒にそのジュラちゃんとイエイで枠に乱入していくっていうのをやったんですけど入った枠の2相手の子がめちゃめちゃ癖が強くて超面白い神回になってますんで最後までぜひご覧ください。僕の今日の動画見てくれた人は知っていると思うんですが喉抑えマンさんと話したんよこの前。その時になんか両生類と話してて嫉妬したって言ったじゃん。その人がイエイにいるのを発見したんよねこの前。見つけてしまったので今日はちょっと撮ってみようかなっていう風に思います。認知してくれとるっぽいんですよ。僕ツイッターのフォローをしたんですけどフォローしててくれとったもんでフォロバっていう形になったんだけど、でもね認知はしてくれてるんで、どうなることかって感じですね、やっぱ普通にチェル君で行くよりはシーちゃんで行った方がいいんで本当に初見みたいな感じで釣っていこうかなっていう風に思います。と一回かけてみますね。まずはあえやばいやばい切られた切られたやばいやばいやばいこれ怒られるかもしれないこれ。電話かかってきたんだけど何誰かかけてきたでしょ。誰でって言ったよねーねえ津田さんかは分からんけどさ大丈夫そう。誰でって言ったよねー。出る。あ、もし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 。あ、こんばんは。こんばんは。あ、あの今、はい、お話できますか。はい、丈夫ですよ。あの、ちょっと家で発見しちゃったんでかけました。応援したっていうのは、そのことを知ってるということですか。あ、知ってます。応援してます。お、ありがとうあの、私もあれなんです。 YouTuber なんですよ。え、YouTuber なんですか。あ、はい、そうなんです。なんていう名前で。あ、チェルシーって言います。ごめんね、リスナーの人たち。マジ意味わかんない一つだと思ったけどせ、聖域展開。あ、展開です。あ、聖域展開。編成曲。どうもこんばんは。ということで、これね決まってました。約束されたやつです。はい、ごめんなさい。ちょっとねそっちのリスナーの人がマジでこいつ誰って思っとうと思うから一応ね言っとくと。いや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 、なってないし。大丈夫かな。なってないです。なってないです。もうみんなほぼみんな知ってる。え、マジですか。嬉しい。最高って言ってます。あ、マジで、はい、最高。今日はですねジュラちゃんとイエイ一緒に潜ってみたやっていこうの回です。イエイ。いやーちょっとねマジ初めての試みすぎてね今ちょっとドキドキしとったわ。俺がどっかに入ってジュラちゃんが来るの待とう。こんばんは。キャベツ。こんばんは。あ、なんかなんて言うの。あ、僕ですか。うん、僕シャフです。シャフさんね。ちなみにお二人は何、どういうご関係で。あ、僕たちの関係ですか。はい。ですね、僕たちの関係は。はい。ですね。マジやべえじゃん。これだってマジやべえじゃん。え、面白くなかったですか今の関係。めっちゃめっちゃ面白かった今。どうやってやったんすか。初めての人だけなんよ。マジやべえじゃん。これだってマジやべえじゃん。クラゲさん。ん？え、じゃあ、コンビニ店員報告しますか。何やそれ。いらっしゃいませ。あれ、いらっしゃいますね。あ、商品まだですか。あ、もう早く商品選んでください。あ、じゃあこれで。はい、あ、わかりました。お、一つでいいですか。じゃあ二つで。一つ、はい、合計で512円です。高っ。癖
ですよ。ごめんなさい、なんかいっぱい来てしまって。あ、全然大丈夫です。もしあれだったら入場制限かけてもらって。いや、この人数なら僕片手で倒せるんで。このレナちゃんって子は見たことないかも。こんばんは。こんばんは。すごいですね。全員チェルシーさんの知り合いですか。このレナちゃんは初めて。すいません、今配信中なんですよ。私大丈夫ですか。あ、配信してるんですか。あ、そうなんです。大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、はい、配信中ですけど大丈夫ですか。え、レナさんも配信者。配信してます、はい、ちなみにクラゲさんも配信中です。巻き込まないで。巻き込まないで。巻き込ませて、逆に。あ、なるほど。え、じゃあクラゲさん、はい、日本昔話僕言っていいですか。桃太郎の話言いますね。はい、はい、はい、始まった。なんか昔昔あるところにおじいちゃんとおばあちゃんがいました。おばあちゃんは山へ散策を探しに、おじいちゃんは川へ桃を…あ、間違えた。羽ばたいたら…間違えた。山違うんだよ。え、僕の得意技言っていいですか。どうぞ。僕千と千尋の神隠しの白の真似できるんですけど。お、聞きたい聞きたい。あ、じゃあおにぎりを投げるシーンまで再現しますね。お願いします。行きます。はい。じゃあクラゲさんに向かっていますね。いやだな。さあお食べ。この世界のものを食べないとそなたは消えてしまう。じゃあ私もやります。どうぞ。さあお食べ。この世界のものを食べないとそなたが消えてしまう。めちゃくちゃイケボなんだけど。今の誰。あ、チェルシーです。どうも。ちょっとこれ。あ、レナさんもちょっとじゃあ、ハクお願いします。さあ、歌で。セリフを忘れたよ。シープ。ちょっとどういうこと今の。え、どういうことレナさん、もう一回喋って。あ、もしもし。もしかしてあれですか、両生類ですか。まあ、両方の声を出せるっていうことですか。やば、待って待って、すごすぎるんだけど。やば。でも、クラゲさんも出せますよ。ねえ、やめて。絶対来ると思って今。え、クラゲさん出せるんですか。僕ですか。じゃあクラゲさん。じゃあ、ショウさん出せる。僕出せますよ。ちょっとお願いします。あ、じゃあ、こっちを忍びいきます。オッケー。もしもし、大丈夫ですか。やったな、今のは。今のはやったな。あー、やりましたね。